トミーです。今30代なんですけど、地方から京都へ来ました。よろしくお願いします。トミーさんはこの引きこもり女子会、京都での女子会にはどのぐらい前から参加されてるんですか？2018年からなので、4年目ぐらいです。やっぱりちょっと地方からなので、2、3ヶ月に1回ぐらいですか？いつ頃引きこもりという状態が始まったというか、高校1年の夏からですか？はい。それは具体的に何かきっかけが？母が亡くなってからですかね。はい。結構うつ状態になってしまって、高校の進学校行ってたんですけど、勉強にもついていけなくなって、こう最初は休学の形を取ってもらっていて、でも結局復帰できなくて、で2年ぐらい引きこもってたんですよ。本当に部屋から引きこもってないくらい引きこもってて、で他の同級生たちがこう大学進学するじゃないですか。それで、家族から通信制の高校行き直したらいいんじゃないかとか言われて、で一旦通信制の高校に入り直したんですけど、結局それからもまた逃げてしまって、でその後本格的に引きこもり生活が始まったみたいな。30くらいだから20代の大半はもう引きこもりで、家から一歩も出ないって、で昼夜逆転みたいな生活していて、でなんかもう現実逃避、ゲームとかそうアニメとかでも現実逃避するしかないみたいな、うん、で未来とかも考えて もう死にたくなるくらいだったし、みんなが他の近所の人とか他の人が動いてる時間に起きてるのがちょっとしんどくて、すぐ噂とかが広まるので、はい、あの子引きこもりなんだよみたいな。だから今でも近所の人が一番怖くて、いや多分自分のことに関しての噂話は聞いたことはないんですけど、自分のことを言ってるような気がしてしまうんですよね。姉とも比べてしまうし、こう同級生とも比べてしまうし、やっぱ20代って就職とか結婚とか出産とか、こう女性にとって激しいじゃないですか、人生。そういうのがもう私全然なくて、こもってもう経験すらなく、うん、もう生きててももう仕方ないんじゃないかとか、うん、生き地獄みたいな感じでした。父が癌になったんですね。それで結構追い詰められてた時があって、その時にちょうど新聞の広告で、まあ、この収穫のスタッフ募集みたいなチラシで、これなら今の私でもできるかなみたいな、泣きながら履歴書を書いて、で父が履歴書をポストに出しに行ってくれて、まあ、それだけでも行動できたからいいじゃないかみたいなことを思って、そしたらなんか面接のお知らせの電話がかかってきて、それからね、まさかのなんか採用されて、はい、なんだかんだ今はもう5年ぐらい働いてる。今もなんですけど、やっぱり働いてる場所には引きこもりっていうことは隠したまま生活しているし、もう誰にもこう
適当に過去のことはごまかせしかなかったし、理解者がいない状態で隠しながらこう働き続けているのが、それはそれでもまたしんどくて、こう引きこもりからいきなりこう、もう社会出た感じなので、こう話題もなくて、それはそれでまた孤独感が積もっていって、いわゆる多分定義としては引きこもりではないけれども、はい、そこの辛さっていう部分に関しては変わってない、はい、本当の意味でやっぱり変わったのは女子会初めて参加してからです。女子会行こうと思った時も結構追い詰められてた時だったので、ただ行こう、行ってみようって、なんかこう夜行バスのチケットとって、最初はこう受付からこう見られるじゃないですか。でちょっと怖くて、まずで周りの人はこう引きこもりって感じがしなくても普通の人に思えて、私一応 10年以上の引きこもり経験があるんですけど、そんな長期引きこもってる人はもう自分だけじゃないのかなって、結構疎外感は最初はあったんですけど、でこう人生が変わったきっかけっていうのが、女子会終わりにこう話しかけてくれた子がいたんですね、はい、あ、そんな遠くから来たんですかみたいな。でその子が、その子もなんか長期で引きこもりなんだよみたいなことを言ってて、え、私もなんですよみたいな。で本当にその子の言葉に救われて、あ、じゃあ次の日も会いますかみたいな話をして、で連絡先を交換して、自分だけじゃないんやなって、それが本当に私の中で、救われて、あれは、あの出会いが今の私を作ってるんだなって、一気に世界がこう開けた感じがします。かおちゃんと申します。30代です。よろしくお願いします。かおちゃんは、引きこもり経験者ということだと思うんですけど、当事者という経験者というか、いつぐらいからそういう状態になったんですか。はい、まあ大元きっかけは中学の時ですね。1年生の時、まあ最初はその入学してるまでは良かったんですけど、そのなんかちょっとなんか授業の時、体育の授業でちょっと着替えに遅れちゃって、それその担任の教師に怒られちゃって、でみんなの目線の前にちょっとなんか目線がきつくて、でちょっとなんか人の目が怖くなって、でもまあそれがきっかけかなって。でその後高校になってやり直したいなと思って、その、通信制のなんか日曜で行く学校に行こうかなと思って、またその5年配の女性にちょっと、お前なんでこんなところにいるんだってみたいなこと言われて、ちょっと、それでちょっと行こうかなと、なんか行けなくなって、私は頑張ろうとして、本当はその、高校行ったかというの、その私はやっぱりそういうの変わりつけるのかなと思っちゃって、身長ではちょっとショックだったなって思って、いろいろと自分の中でね、やっぱりこの状況なんとかしたいって思いがやっぱりその中学と中学高校とあった、今でもそうですし、でその中高校行けなくなった時、その仕事したいなと思ってバイト始めたんですけど、それも全部落ちちゃって、でそれからなんか自信なくしちゃって、そのまま本格的に引きこもったのその時かなって思って、
そんなね、かおちゃんがこう、はい、まあ、こうやってね、女子会につながれたじゃないですか、はい、そのきっかけはどういうタイミング、そう、私も友達が欲しかったって思って、同世代とか、それでちょっとまあ母がそういうのをサイトで探してくれて、それで行くきっかけだったんですよね。最初ちょっと泣いちゃって、なんか安堵感が一番大きかったかなって、あ、私みたいな人いるんだなって、結構年の近い人もいたんで、うん、あ、私ここ行ってんだなと思って。私がびっくりしたのはやっぱり自分ちょっと上の人が結構多かったなとか、主婦の引き込みなどもいたなと、ちょっと衝撃だなと思いました。で、主婦って引き込むのと思ったんですけど、その当事者の主婦の人に話を聞いてみたんですけど、あ、主婦には主婦なりの辛さっていうのがあって、私もその当事者さえそういう引き込みの偏見あるんで、ここにて考えが変わったなっていうのも、なんか視野の広がりを感じたなと思います。自分の中の変化は何度かありましたか？気持ちは変わりました、なんかこう別に自分はダメじゃないんだなって思えて、まあよくこの女子の母と一緒に行ってるんですけど、そのなんか会話も多くなったし、あとなんだろう、なんか新しいことを始めるのきっかけになってくれたかなって。この女子からワークショップもあって、なんかいろいろやって、それに参加できることも大きくて、それになんかそれでなんか成功できる自信につながる部分もあって。月に1回、女子会を開催しています。ワークショップもやってまして、例えばですけれども、ハーブの講座とか、あとは今までにあったのは陶芸、そば打ち、メイク、フラワー関係、フラワーアレンジメントとか、フラワーアレンジメントとか、とにかくいろんなことをやってます。どんな方が主にいらっしゃってますか？いや、本当にいろんな方がおられます。本当にこうもう倒れそうになるぐらいここに来るまでに力を使ってもう来てくださる方もいらっしゃいますし、もう仕事もしているけれどもちょっと人間関係でしんどいとか、主婦の方でも、慣れない土地で友達がいないとか、とにかくいろんな形があるっていうことを私たちも知りましたし、最初はすごい皆さん緊張してるんですけども、重ねて来られるようになって、メンバー同士が仲良くなったり、参加者同士が仲良くなったりして、どんどんフランクな、緊張感が取れて、にこやかになってますね。初めて来られた方なんかは、もうすごく緊張されて、もう喋らなくてもいいですかとか言って来られるんですけど、帰られる時はすごくこう他の方となんか楽しそうに話されて帰っていかれるっていうのを見るとすごく嬉しいです、ね、毎月やってるんですけども、今月来れなくても来月もあるし再来月もあるし、多分ずっと続けてると思います。自分の体調のいい時とか、タイミングのいい時に、あ、そういえばこういうとこあったなっていうのを思い出してもらったらいいかなと思います。で、おそらく一人一人合わないってあると思うんです。だから、まあ、ここが合う人もいればちょっと違うかなっていう人もいらっしゃると思うので、いろいろ行ってみてほしいなって思うんです。そこで自分が合う居場所とか、自分が引きの合う友達とかがと出会えたらすごくいいことだと思うので、あまりこう構えすぎずに来てもらえたら嬉しいなって思うんですけれど、こんな感じで待ってますので、緊張せずにというのは難しいと思うんですけど、来てもらえたら嬉しいです。やっぱり私も当社では、やっぱり仕事がなんか見つかりにくいって思って、私もその仕事してるけど、やっぱり対人関係で悩んでる部分もあって、
昭和だけはそういう人たちのなんか、あの、働き暮らしみたいなしたいみたいな、でもまああります。何か私でもこう伝えられることがあるなら、うん、伝えられたらいいなと思います。田舎では全然そういうサポートみたいなのがないので、遠く行かないとサポートすら受けられないっていう状況だったので、まだ自分が中心になってるのは言えないんですけど、はい、それくらいのなんか存在になれたらなとは。前はなんか無気力さもあったんですけど、来たらなんか充実した分もあるかなと思って、その友人もできましたし、結構大きいかなって思って、もしなかったらまあその出会う前とずっと何もできないまま、その無事ずっと引きこもったままかなと思います。父からはやっぱ道があるように変わったって言われて、やっぱりこう女子会で友達もできたし、つながってくれる人がいるし、引きこもってた自分を受け入れてくれる場所がここなので、常に支えになってくれる。